観客、そして選手の皆様、数々の激戦を経て、いよいよサウマラタ・ハスハイの決戦が始まります。テイマーのハニヤーが旅人との勝負を決める時です。勝者が最終テストに合格すれば、私の全財産を受け取るとともに、大会を継続して行う責任を担うことになります。そして全テイワットに平和のあるべき道を引き続き宣伝してくれることでしょう。今日はカウトリアがいないみたいだ。チャンスだぜ。決戦と最終テストの後は、まずエルヒンゲンを説得して、それからカウトリアと直接話し合おうぜ。ミコニ・レイラ、お前らも来てくれたのか。 Well, you two here。 やはりな。せっかちな学術狂いもついに主人公一行に正体を表しよったか。 Indeed。 ナンジラの推測は真実に近いところにあったんじゃな。しばらくは教令員には伝えないでおくというのも慎み深い判断じゃった。何せカウトリアか、あるいは他の者が切り札を残しておるかもしれんからの。まあ今の状況じゃ気を抜くに抜けないぜ。あの最強と呼ばれるハニヤーと対戦することになった上、エルヒンゲンの最終テストが何かもまだわからないんだからな。それにハニヤを説得する方法だって。何、答えは明白じゃろ。我らたちのキノコンたちを連れてハニヤをあっさりと倒し、あやつの態度を改めてから真実を投げ込めばよい。あなたたちならきっとハニヤさんを正しい道に戻せるって信じてるよ。Thanks all your for support。 よっしゃ、ポカポカ B に天然ヨーヨー術、それに百乱射弾、一番よく知る仲間たちと肩を並べて戦うぞ。みんなの力を結集したのが今のオイラたちだ。だから絶対負けないぜ。Now it's the time, the grand finals. Face Hanaya. ようやくこの日が来たわね、旅人パイモン。忠告したはずよ、キノコに余計な感情を抱かず駒として指示を与えるようにと。でも君たちは何の変わりもないよね。だからこの対戦を何の心配もなく終わらせられるわ。 Oh, you're the one that needs to change。 そうだ、オイラたちとポカポカ B に、それから他の仲間たちとの連携は絶対負けないからな。はあ、分かったわ。それじゃその軟弱な戦い方と本物のテイマーの戦い方の差を見せてあげる。炎1、
炎一を責めるなよ。それにお前も無理するな、ハニヤ。準決勝の時お前は炎一が傷を負うのを見てためらっただろ。お前はオイラたちとミコ以外で自分と対等に戦える相手に出会ったことがなかったんじゃないか。炎一と他の仲間を苦戦させたこともない。そして炎一と仲間たちが傷を負うのを見るとやっぱり心が痛むんだ。無理する。今さら火の粉が傷を負った程度で心が動くとでも。You're just in denial. ハニヤ、お前は怖い物語を聞かされて育った。火の粉のことを警戒するのも十分わかる。だけどぼやけた印象だけで目の前の仲間を凶悪な敵にしちゃうなんて。なあ、時間が経つほど自分をごまかせなくなってるんじゃないか。オイラたちもよく凶暴なキノコンを討伐してた。ついこの間まではキノコンを純粋な魔物として扱ってたんだ。参戦目的だって最初はキノコンの暴走を防ぐことだった。でもポコポコビーニーに出会って気づいたんだ。努力をやめずに本当の気持ちで温和なキノコンと向き合えばこいつらも答えてくれる。オイラたちと仲良く交流してくれるってな。少なくともこいつらみたいに温和なキノコンはお前の仲間であってクマや敵なんかじゃないぞ。オイラたち、お前に炎一や他のキノコンを信じてほしいんだ。So say no to this. We need to treat your guy right. 黙って。まだ対戦中よ。もう優勝者面で私に説教する気？一番重要な一歩を踏み出せていないっていうのに失敗したわ。結局君たちは最大の変数になったってことね。でもそんな幼稚な考えでどうして私に勝てたわけ？ Now it... You finally understand. ハニヤ、オイラたちが勝ったんだから約束通り話を聞いてくれるよな。でも話は一旦後にしたいんだ。まずは炎一に最終テストまでついてきてもらえないか。炎一、この子を連れていくの？ああ、ポコポコビーニーと天天ヨーヨー獣百雷シャラ、それとお前の炎一、みんなのキノコンの力を合わせて最終テストを通過するんだ。あの日お前と会話してノートを手に入れた後、オイラたちいろいろと考えたんだ。キノコンの安全性についてだけどさ、確かにお前の考えも一理ある。英知宝珠は人の健康に影響を及ぼすし、大会は過度に宣伝すべきじゃない。キノコンと人間の近くでは暮らすべきじゃないと思う。でも英知宝珠を改良しながらキノコンと交流を深めて温和なキノコンを見出していけば
この群れと少しずつ仲良くなることは可能なはずだ。好きにすればいいわ。私はどうせ負けたし、敗者が頑固に言い張る資格なんかないもの。炎一枚、いつも自分のことを思いやってくれる主が欲しいでしょ。ハニヤ、しっかりしろ。仲間の心にいる自分の位置を見誤るなよ。最終テストに合格したらもっと大事な話があるんだからな。 Your notes behind the fungi attack regarding your ancestors. そうだぞ。当時何が起きたか分かればお前も考え直すかもしれない。素晴らしい、実に素晴らしい対戦でした。観点の対決も誠に感慨深い。エルヒンゲン、なんで会場に入ってきたんだ？もちろん、両者の最終決戦、そして優勝者の最終テストでの姿を見届けるためです。大会にとってこれは歴史的な時、欠席するわけにはいかないでしょ。さあいらっしゃい、旅人とパイモン。私にあなたたちの意思を証明してみてください。あなたたちならきっとこの大会を昇華させる鍵になれる。Isn't it Petui, isn't it? We'll see about the ultimate trial. Yep, it's Petui, all right. どういうことだ？ファデュイがあちこちいるぞ。 I know. You work with them. 会場に悪者が侵入してるぞ。早く逃げろ。オイラたちが相手するから。って、待てよ。出口はどこだ？And this is part of the Elysian plan. さすがは旅人、察しがよろしい。さ、このような窮地にも対応する策はありますか？オイラ、よくわからないぞ。今は最終テストじゃなかったのか？黒幕はカオトリアじゃなかったのか？まずはこの大会で成果を出すためにお前のお金を騙し取ったんじゃ。真相まであと一歩というところです。カウトリアの動機は確かにおっしゃる通りだ。彼の発掘した失われた技術は素晴らしい力を秘めています。だから彼を買ってこの大会を計画し、この技術の影響力を広げようとしているのです。まあ、あなたのような価値の高い目標が自ら釣り針にかかるとは思ってもみませんでしたが。ねえ、You don't get it, do you? We'll get you jail. つまり、お前は初めからカウトリアに騙されてないし、それどころかカウトリアを利用したのか？お前、もともとファデュイの悪者だったんだな！くぃ、ムカつくぜ！お前に気をつけろって言ってやろうとしてたのに！ポカポカビーニ、こいつを殴るぞ！気迫は素晴らしいですが、自信に満ち溢れすぎたようですね。天然ヨーヨー銃？百乱射ら？Well, well, well. 炎一まで！お前ら、どうしたんだ？ Control them with the...カウトリアは H 宝珠に裏コマンドを追加したのですよ。私がこのコマンドを実行すれば、宝珠にコントロールされた全てのキノコンは私の言いなりになります。まさか大会を大々的に宣伝することで人々にキノコンをたくさん捕まえさせて、それを乗っ取って悪事を働こうとしてるのか？鋭い勘ですね。とてもいいですよ。大会をもっと広げれば、民間に膨大な数のキノコン部隊が出来上がる。スメールで混乱を引き起こすチャンスを作ってくれるでしょう。私が同僚の手に負えないようなことを成し遂げれば、私の敬愛する主、あなたたちのせいでここを去ったドットーレ様も、私にまだ価値があると再認識してくれるはずだ。Well, I underestimated him when I gotKnocked out in Sanctuary on Sustana. 今、私はもっとうまくやれます。あなたたちを排除できれば、
長官や多くの同僚の汚名を晴らし、最も偉大な功績で組織に貢献できる。ドットール様も私を最重視してくれる。あなたたちの死は事故として喧伝しましょう。キノコンのことを信じすぎて限界を突破しようとした結果、会場が崩れて遭難してしまった。そしてこの秘境を封鎖して、あなたたちに起こったことを誰にも知らせずに置くのです。もちろん教令員に対してはカウトリアに全責任と罪を背負ってもらいます。その後はあなたたちへの追悼を名目に、さらに多くのモラを投入し、宣伝に力を入れ、大会をもっと頻繁に開催して。お前なんで平気な顔してデタラメを言えるんだ。それに仲間を裏切るって、yeah, 卑怯すぎるぞ。ひい、お前の話を聞いてすっごくムカムカしてきたぞ。絶対お前の思い通りになんかさせるもんか。でもどうしよう、お前は今武器を持ってないし、他のキノコンの仲間も言うことを聞いてくれないぞ。焦って動く必要はありませんよ。キノコン対キノコン、そして戦士対戦士、旅人の仲間たちが倒され、信念が崩れ落ちたその時、とどめを刺してあげればいいのですから。私たちのこれまでのやり方は綺麗とは言えませんでした。ですから少なくとも礼を欠かず、敬意を払って旅人をお送りしましょう。そのプカプカ水キノコン、裏コマンドを3回も発動したのに、どうしてまだ旅人の指示を受けているんです。カウトリアの装置が壊れたか。ほう、まだ気づけておらんようじゃな。 H 法事の技術は確かにキノコンをテイマーの命令に従わせられる。じゃがそれはあくまでも奴らの本能を抑え、生物としてのキノコンとテイマーとの交流を深めたに過ぎぬ。この4体のキノコンはテイマーを認めておる。奴らの間の感情と絆はとっくに H 法事の影響を凌駕しているんじゃな。八重美子、あなた秘境封印の術法を解除できたのですか。粗末な模倣品で、わらわを阻むつもりとは。どうやら甘く見られておるようじゃな。寄せ集めの裏コマンは本当に何の弱点もあらわにしてないとでも思うか。面倒な。ミコにレイラ、ハニヤも来たのか。エルヒンゲ、君が首謀者だったのね。キノコンよりも君の野心の方がもっと許せないわ。八重お姉さん、早く手伝いに行こう。焦るでないぞレイラちゃん、こういう時はちゃんと見届けるんじゃ。仲間の絆というものは世俗的な陰謀や技術に破壊されたりはせぬものよ。百雷シャラ、まだ任務をやり遂げてないじゃろ。ここで屈服してどうする。あれ見ろ、シャクライシャラが意識を取り戻したみたいだぞ。もしかして今が八重お姉さんの言うタイミングなの。天天ヨーヨー獣、信じてるよ。あの嘘つきを倒そう。仲間たちが裏コマンドで受けてた影響が消えてくぞ。
まだためらっておるのか、ハニア。怖いか。駒として使ってきたキノコンが常に汝を信じておること、そして今まで避けてきた感情を今直視せざるを得ぬ。でも汝のキノコンは待ちくたびれておるようじゃぞ。 H 法師のコントロールから逃れた後もずっと汝の命令を待っておる。ほのうち、君は本当に私を待ってるの？ごめんね、ずっと厳しくしてきたのに。まだ私を信じてくれていたのね。さあ、やるべきことをやり遂げましょう。なんだかわからないけど、キノコンはみんな目が覚めたみたいだぞ。よっしゃー、エルヒンゲン、この卑怯者め。オイラたちの怒りを受け止める準備はできたか？慌てず、秩序を崩さずに迎え撃ちましょう。相手はただのキノコ、私たちはまだ主導権を握っています。聞いたんだ。And what do you think you're going? Miko, どうしてやつを止めないんだよ。 Don't worry. They know. わらわは観光客じゃ。スメール領内で誰かを逮捕する権利など持っておらぬ。ナンジラも同じじゃろ。じゃが安心せ。やつは逃げられぬ。海上に戻ったら。おのずとわかろう。よし、深く考えずにさっさと追いかけようぜ。お前らは30人団の傭兵？ You finally make your move. How'd you know? 大マハマトラセノの命により、重罪人エルヒンゲン、および学術犯罪者カウトリアを逮捕しに参った。大マハマトラは前からカウトリアに目をつけていたが、お忙しく相手をする暇がなかった。こうして無事に逮捕できるのは、君たちが提供してくれた証拠のおかげだ。大マハマトラからお二人への手紙だ。受け取ってくれ。Overview. Prior tour to the General's Mahapatra's return to his post, the Mahatra were starting to suspect that Catulia was up to something. Catulia and had Edixian partner up with him, keeping the most important evidence hidden. He burned for Traveler and Paimon's help,
for providing crucial evidence. The Matra might spend a longer time investigating the duo's action. The Wisdom Orb and Floral Jelly were indeed derived from the capturing device and withering potion. The latter two share similarities to the Obnai possibility that from Inazuma, which originates from Liyue's Adeptus arts. Therefore, one could say the two technologies are based on solid reparents. However, capturing device and withering potion aren't truly validated to the insufficient development time. Their experimental items created by Amurtura researching for controlling dangerous creatures. These items once resulted in a horrific accident and therefore should no doubt be locked away forever. Natalia made use his status in Elysian's funds to bribe relevant personnel. He obtained samples and documentation, then hired a few talented students to work on enhancing the two products by making them safer and more valuable. Catulia would then use his tournament for a cover for his true intentions, causing damage in Sumeru. The Matra rounded up another group of Armurta scholars to develop a countermeasure that targeted Catulia's back doctor command. They planted it to specific wisdom orbs and handed them out to the matter on ship at the Arena. If anything happens, the countermeasure would be out to use. Oh, put to use. Unfortunately, everything went smoothly with the tournament. No one was hurt, and there were no property losses. The tournament even brought financial gain to Lord Oremos. As for now, all involved personnel within the academia have been detained. They shall face just judgment. Sido, leader of his operation, has confirmed all location of interest. Criminals at large are highly likely to show up around these areas. The corpse of 30 can acquire them with no more than a limited number of people. As for Lin Chen, the results of the initial investigation reveals that 60% of his sponsor funds came from illegal source. The rest were his business earning in Sumeru because his Batui empowerment was quite a complicated case. The academia will arrange for specialized personnel to deal with this matter. Traveler and fireman, I have included Sido's report at the front of this letter. Take a look. If you're interested, it may help you understand the situation better. The untwisting participants and audience do not deserve to be deceived like this. I will be using Elysian business earning as the prize money for the participants and compensations for other relevant people. If the funds are not enough, the extra amount will be included in Catulia's fine. The Beast Tamers tournament has positive influence and might become as well known as a genius invocation DCG. So it doesn't need to discontinue just because of two schemers. In the eyes of the general public, you too have taken over as the host of this event. Don't worry so much.
I'll trust you will arrange for this accordingly. Lastly, please say hello to Yamiko on my behalf. If the chance arises, I would like to spar with her in a duel. Oh, I hope she'll not be buried against some powerful decks with certain styles. Oh, these are the notes of the Sinos Missy investigation. Well, thanks, Sino. You really did is dropping on me. Seno はずっとこの大会を見守ってたんだ。オイラたちが調査してる間も裏で手がかりを集めてみんなの安全を守る準備をしてたんだな。I know. Yeah, earlier from now on, I sense Sino is dropping and absorbing from me of the tournament defeat. And thanks for that, these two are arrested. No problem at all. I'll leave the rest to you. では、犯人はこちらで連れて行く。君たちがここにいるなら会場の秩序を心配する必要もないだろう。祝うにはまだ早いですよ。まだ終わってはいません。ドットーレ様のために必ずまた戻ってきます。 We'll see。 まだ強がってるのか。牢屋で改心するんだな、ファデュイの嘘つきめ。それにしてもセノの手紙では証拠とか言ってたな。ベスト16の後ミコがいなかったけど通報しに行ってたってことか。うん、なぜそのようにわらわを見る。わらわも悩んでおるんじゃぞ。せっかくの休暇なのにいとまなくいろんなものに見つかった。編集たちを連れてスメールシティを巡っておったら、奇遇にも大マハマトラとばったり会うて雑談しただけじゃ。肝心なのはナンジラが集めてきた手がかりじゃぞ。わーい、簡単そうに言うほど背後に何かあるんじゃないかと疑っちゃうぞ。ところで主催側もスポンサーも逮捕されちゃったけど、キノコンとこの大会はどうなるの。 Well, ルールはルールじゃ。ワッパたちが優勝し最終テストも通過した。つまりカウトリアとエルヒンゲンの座を奪ったのじゃ。 Yep. これから大会のすべてはワッパたちのもの。いろんなことを経験してきたワッパたちならば最善の決定を出せるはずじゃ。 WellAnaya needs to see things differently. The truth. 真相なら狐の人からすでに聞いたわ。私のご先祖様を襲ったキノコンは凶暴化していたって。私のキノコンに対する印象は根底から誤っていて極端すぎたみたいね。え、オイラたちまだ何も言ってないのに。ミコに先を越された。ほう、感謝の気持ちはないものか。落ち込んだハニアを立ち直らせ、ナンジたちの道を応援させるには、少しばかり心を動かすものが必要じゃろう。みんなそれ以上言わなくて大丈夫よ。確かに、前は意固地になり続けて、完全に麻痺するまで自分を欺いていた。でも、今こうして真相を見たわ。英知宝珠がなくても、炎一は私の命令を聞いてくれた。この子はずっと私を信じてくれてた。私の負けよ。君たちの異議と処罰を受け入れるわ。処罰だなんて大げさだぞ。怖い話をしたり炎一に厳しくしただけで、まだ悪いことはしてなかったじゃないか。ちょうどいいぜ。これからどうすればいいのか思いついたぞ。よし、オイラもう完璧だぞ。今すぐみんなにお知らせしようぜ。
time to put your gift to job to good use. It's us now. Kohan! こんな舞台で大人数に向けて話すのは初めてだぞ。ちょっと緊張してきた。この度、オイラと旅人が運よく優勝者になった上、陰謀を暴けてとっても嬉しいぞ。この大会をよりよく開催する責任はオイラたちが担うことになった。主催側とスポンサーは逮捕されたけど、各出場選手の報酬は予定通り配るから、どうか安心してくれ。やった、これを待ってた。賢明な判断ですね。ただ、今の H 宝珠にはまだ欠点がある。周囲の環境に影響を与えて、人々に健康上の問題を引き起こしてしまうことがあるんだ。だから、キノコンの仲間はまだ、いつもみんなのそばにいるってわけにはいかない。健康のために各選手はキノコンの仲間としばらく一緒に過ごした後、キノコンを一番頼れるテイマーのハニヤーに預けてほしいんだ。でも仲間と長く離れ離れになることはないぞ。ハニヤーがキノコンたちの面倒を見てくれてる間、オイラたちは教練員に H 宝珠の改良をお願いして、一刻も早くこの問題を解決してみせる。それに今回の大会は面白かった。一回だけじゃつまらないし、みんなももっと対戦したいよな。技術的な問題が解決したら、お前たちもキノコンの仲間と再会できるはずだ。その時にはまたみんなで勝負しようぜ。これが私への処罰？準優勝者へのご褒美と言った方が正しそうじゃな。心配しないで、ハニヤーさん。キノコの仲間と仲良くするのは結構幸せなことだよ。あなたもそうでしょ、テンテンヨーヨージュ。それでもやっぱりなんだか少し寂しいな。テンテンヨーヨージュのこと、あなたに任せたよ。旅人、パイモン、それにレイラ、キツネの人、君たちは本当に不思議ね。ハニヤ、みんなの前で宣言しちゃったんだから、お前も元気出すんだぞ。ええ、君たちの言いたいことは聞かなくてもわかるわ。テイマーとしてその依頼を受け入れましょう。最善を尽くして、キノコ、みんなの大切な仲間をちゃんと世話するから。ひひ、もっと早くその表情を出せばよかったのに。それでこそオイラたちが友達になりたい超すごいハニヤーだぜ。じゃあみんなはしばらく自分の仲間と思いっきり遊んでくれ。後でまた俺もスコアで落ち合おうな。